俺たちの戦いはまだまだこれからだ。いきなり話が終わりそうだな。終わらせねえさ、全員集合。相手に不足はないわけだ。ガン首揃えて賑やかしさ。あの妖精さんの分までお前を盛り上げたいからよ。ったく、余計なお世話だ。あんたに気を使われるなんてな。文句はバトルで聞いてやる。溜まった鬱憤晴らしていいぜ。その言葉を忘れるな。付き合ってもらうぞ、ギルガメッシュ。諦めはしないから。全然バリバリ。体勢を変える。ずっと続いてほしい。生き延びてみせる。取っときな。お願い、力を貸して。大丈夫じゃ。魔女として舞い続けましょう。大盤振る舞いだ。
いい顔だ。なんという力。しばらくお待ちください。最後に勝つのは私。さよなら。好きになる、好きになる。3周年の記念に来られなかったらどうしようかと不安になっていたところだ。そりゃどうも。あんたは記憶があるんだな。大玉よ、大濁流だかなんか知れんが、強敵と書いてトマト読む。お前を忘れるわけねえぜ。あんたつくづく変わらないな。そっこっちはどうやら変わっちまってね。変わるだろうさ、世界が変わったんだから。世界を救ったヒーローにしては覇気も元気もねえもんだ。英雄らしく振る舞えってか。お前はそういうタイプでもねえ。なら俺にどうしろと。聞くなよ、お前の人生だ、勝手に決めて好きに生きるや。あんたに言われなくたって俺は十分好きに生きてる。その割に対して楽しそうじゃねえな。カオスを倒して物語は終わったが、物語が終わっても人生は続く。世界を救った主人公がエンディング後の人生をエンジョイしねえでどうすんだ。そこそこ楽しくやってるさ。雑な物語もふざけた試練もなく。てのは嘘だな。今の暮らしで満足ならなんでここまで戦いに来た。退屈だったんだろうがよ、光の戦士。何度言ったらわかるんだ。光の戦士の物語は終わって、俺はもう誰でもない。ならばお前が何者か見出す戦を始めよう。